どうもやそうです。ピーバーンということで、皆さんポケットモンスターソード&シールドやっておりますでしょうか。僕はソードをねめちゃめちゃ遊んでるわけなんですけども、今回はね効率よくレベル100まで上げるということでですね、今回それを紹介していこうと思うんですけども、ポケモン新作からねこちらワイルドエリアというものがね追加されましたね。でこれでねこのワイルドエリアという、モードの中にこちらですねレイドバトルという、モードが追加されまして、でこちらのねレイドバトルというものをねまずは、やっていきましょう。やっていきましょうか。でこのレイドバトルっていうものはねこの赤色のね線が入ってるところで、A ボタンを押すと参加することができます。ちなみにねこちらは、みんなで挑戦と一人で挑戦っていう2つのモードがあるんですけども、みんなで挑戦っていうものは友達とね、まあ、最大4人の友達と一緒に協力してこの相手と敵のポケモンと戦うっていうねことができるんですけど、今回はちょっと僕いないので友達が一人で挑戦したいと思います。ということでね、相手は虫タイプということで誰でしょうかね。僕はヒバーニーを持ってきてるので、あ、キャタピーか。僕はヒバーニーを持ってきてるので、まあね多分一発で倒せるんじゃないかなでもこのねこのレイドバトルすごくね迫力があって面白いんですよね。僕のねこのねまあヒバニーの進化系ねエースバーンという子がいるんですけども、このね僕の好きなキャラクターがこうやってさもうでかくなってさ思いっきり大迫力の技をねこの相手にぶち込むのを見るとねすごくね興奮っていうか感動しますよね。うわそこんなでかくなるって話ですよね。でもちなみにね僕ねまあ、ポケモンね剣盾を買ってまあ遊び始めて6時間くらい経ってるんですけど、ずっとねレイドバトルしかしてません一発で、倒しました。効果抜群だということで、なのでジムバッジも1枚も持っておりません最悪だよね。ちゃんとストーリーしろよって話なんだけど。で、まあ、こちらね、捕まえる捕まえないってなるんですが、今回僕は捕まえなくてもいいのかなと思います。捕まえないでいきましょう。よし。で、まあ、これでね、キャタピーを倒したということで、どうしてレイドバトルをしたかというと、こちらのね、経験飴 S、経験飴 XS、そして、まあ、低確率なんですけども、不思議な飴が、たまにね、もらえたりします。で、これを使ってレベル上げするのが僕は一番効率いいんじゃないかなと思ってます。まあ、とりあえず、まあ、次へで、行きましょうか。はい、ということで、戻ってきました。じゃあ、持ち物見ていきましょうかね。バッグということで。で、ちょっと僕、ちょっと録画ミスで、この説明動画2回目撮ってるんで、本当は不思議な飴とか結構いっぱいあったんですけど、全部動画で使っちゃって、でもしょぼいんですけど、まあ、経験飴 S と、X、まあ、それぞれね、14個、12個あるんですけど、このね、経験飴 S っていうのがね、結構たくさん経験値を上げることができます。どうしようかな。とりあえずデスマス、いや、トロッコンにしよっか。トロッコンにもう全部、こんな感じでね、経験飴上げていきましょう。結構これがね、ほら18から27まで一気に上がりましたよ。すごくないですかこれ。めちゃめちゃ、すごい。あ、まず原子の力覚えた。前、すごいぞ。よし、ということで、原子の力覚えさせました。うん。まあ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 、やばい、めっちゃ技覚えてたよ。カットしましょう。てな感じでですね、この経験飴っていうのがすごくね、使えまして、もう全部使っちゃおうかも。この際。あー、待って、間違えた。この XS っていうのがちょっとあんまり、ね、上がらないんですけど、まあ、これも結構ね、経験値源になるので、マジで。めちゃめちゃ良くないですか？今作すごくね、育成がしやすい環境にはすごく嬉しいんですよね。まあ、こんな感じでね、レイドバトル何度も繰り返して、まあ、経験飴とかね、不思議な飴とかが、まあ、取れて、不思議な飴を取って、まあ、レベルを上げるといいかなと思います。ちなみにね、僕がやった感じだと、一人でレイドバトルするんじゃなくて、あ、友達とね、通信しながらレイドバトルをした方が、不思議な飴が、落ちやすいのかなって僕は、やってて思いました。そもそも効率よくレベル100にする方法とか言って、まだ僕レベル40なんですけどね。てか、普通にちょっとこのね、エースバーンとアーマーガーが好きすぎて、ちょっとエースバーンに集中した飴を与えれば、多分今頃、レベル80くらいになってんじゃないかな。で、この方法の一番良くないところが、やっぱ、経験値がね、一体に集中して入っちゃうので、こんな感じでね、なんかレベルのね、偏りが出ちゃうんですよね。今見たらちょっとこのアーマーガーとエースバーンが恐ろしく強いじゃないですか。ピカチュウより下がちょっとしょぼいんですけど、まあ、そういうのが嫌っていう方は、まあこのね、レイドバトルではなくて、まあ割と、こんな感じでね、道端に歩いてるポケモンだったりとか、結構なんか強いポケモンとかね、この場所にいるので、
まあ、レイドバトルではなく、まあ、こういう道端に歩いてるポケモンとね、バトルした方が、まあ、効率よく平均的な感じでね、みんな足並み揃えてレベルを上げることができるんじゃないかなと僕は思っております。僕まだね、本当にジムバッジ1本持ってないので、これからちょっとジムバッジ、取りに行こうかなと思います。ちょっとまだ1枚目のジムバッジも取ってないので、多分このレベルだったら瞬殺でできるんじゃないかな。うん。まあ、このね、40レベルのエースバーンでね、3立てとかしまくる動画をね、投稿しようと思ってるので、よかったら見てくれると嬉しいです。ということでですね、今回は、効率よくポケモンをレベル100にする方法ということでね、レイドバトルを紹介してみたわけなんですけども、もしもっといいね、方法があったら、コメントとかでね、教えてくれると嬉しいです。とりあえず40レベルまで行ったら、6個目のバッチくらいまでは、レベル上げしなくても済むかな、今のところ僕は。ということで、もしご良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。